ドゥーリトル注意と R3C-2 水蒸気。カーティスライトはアメリカ合衆国のメーカー。第二次世界大戦直後まで航空機を製造。現在はコンポーネントメーカーとなっている。表記は他にカーティスライトがある。第二次世界大戦中には全米製造業者中第二位を誇った。現在は企業買収を進めながら事業の多角化を図り、アクチュエーター。 飛行制御、システム、バルブ、金属表面加工などでの小規模だが、超先端技術を駆使した、コンポーネントメーカーとして航空機分野、軍事分野を含む、多分野多方面で活動している。P-40 ウォーホークグレン・カーチスによって1916年に設立された、カーチスエアロプレーンモーターカンパニーは、第一次世界大戦中に発展した。j n ジェニーが、 当時の有名な機体である。1929年7月5日、カーチスエアロプレーンモーターやライト兄弟が立ち上げたライトエアロノーティカルなど12の別々の会社が合併し、カーチスライト社となる。合併当時は7500万ドルの資本金を持ち、米国最大の航空機メーカーだった。一連のホークシリーズで米陸軍向け戦闘機の生産を続けた。 第二次世界大戦では P-36 戦闘機を開発、米国を含む各国に販売。第二次世界大戦初期にはこれで大成功を収めていた。その後、P-40 戦闘機を生産。これは商売として最も成功した戦闘機でトマホークキティホークウォーホークと型ごとに相性が付けられ、1940年から1944年に、 かけて一万四千機近く製造されている。c 四十六輸送機は従来の連合軍航空機よりも多く積載可能だった。戦争中、カーチスライト社は総生産数二万九千機以上を誇り、製造業全米第二位の地位となった。しかし、p 三十六 p 四十ともに特別高性能ではなく、当時の性能面での比較では、 二流の機体との評価もある。戦後は民間航空機用のレシプロエンジンおよびプロペラの生産に集中。DC-7 やスーパーコンステレーションなどに使用された。また軍用には J65 ターボジェットエンジンが長期に生産された。しかし、ジェット化の波に乗り遅れ、ようやく開発した X 界 -87、ジェットや艦戦闘機は一旦は採用が決定し、 発注まで行われていたが、生産直前の1948年10月10日に、突然キャンセル。この X 回 -87 の採用と発注について、軍部は戦後没落しかかった、カーチスライト社に何とか存続してもらいたかったため、X 回 -87 の完成度が低いにも、かかわらず契約を行ったが、ノースロップ社が製造した回 -89。 ジェット戦闘機が想像以上の出来栄えだったため、生産まで押し切ることができずキャンセルしたのである。結局、カーチスライト社は不採算部門となった、航空機生産部門をノースアメリカンエイビエーションに売却し航空機の機体メーカーとしての歴史に幕を引くこととなった。以降は、現在に至るまで戦後立ち上げた部品供給や制裁工程の援助、 メンテナンスサービスなどの分野で航空機に関わり続けている。ノースアメリカンは1967年にロックウェルインターナショナルと合併したが、1996年にはロックウェルインターナショナルからボーイングへ売却され、現在はボーイングの一部となっている。1950年代プラスチック産業へ参入。産業向け、家庭向け、個人向けでそれぞれのメーカーに供給した。 1956年、川一枚で首が繋がっていただけのステュールドベーカーパッカードコーポレーションが全米第5位の自動車メーカーとしての破産を免れるためカーチスライトとの管理契約に入る。一方のカーチス社はこの契約により自社の多角化の一環としてメルセデスベンツ全米販売権を手に入れることになった。しかしこの協業も1959年に カーチス側から破棄している。1957年、3分の2が政府勾配でそのうち3分の2は非軍事用途だった。軍事用途に関する売り上げが全体に占める位置づけが減ってきていた。超音波計測に参入。1958年には、軍事用原子炉制御防機器や原子力研究炉の創業、太陽光研究所の開設、X 線による、 ライン工程品質管理などを開始。コンティネンタルコパースチールインダストリーの部門を買収し、土木機械へも参入。1960年代は民間、軍用ともに航空機のパーツ販売、サービスも行ったが、経営陣はさらなる多角化を邁進。宇宙分野へも参入。ロケットエンジンケース、エグゾーストノズルなどをサブコントラクターとして製造した。宇宙。 軍事向けのメカニカルシステム、油圧システム、メカトロニクス、アクチュエーションシステムを手掛け、現在の動作制御事業部門につながる。メタルインプルーブメントカンパニーを買収し、産業界、宇宙関連へのショットピーニング技術提供に参入。1972年、バンケルロータリーエンジンの北米での製造系を持ち、インガソール車とロータリーコンプレッサーを製造し、 マツダ RX-7 でも使用された。AMC もカーチスライトの7番目のバンケルエンジンライセンシーとなった。GM も1975年のベガでロータリーを乗せると発表したが、ハイガス規制のために実現しなかった。1000個インクの株を取得し、ハイガス汚染対応環境技術を手に入れる。リンチコーポレーションの株を取得し、ガラス形成機器、フロー機器分野の技術を得る。 ディーブルヒートトリーティングカンパニーからは、熱処理技術を得、自動車メーカー、石油開発会社、農業機器メーカーに提供。1980年には株を取得しようとした、同関連企業のケネコット社から逆に買取構成を、かけられ32%を取得されテレダインを抜き、第一位株主となる。その後、ケネコットとの協議でお互いの株、子会社のやり取りなどがあり、テレラインが、 カーティスライトの過半数株を取得する。この経緯によりカーティスの財務状況は良くなり、ウェスタンユニオン社を買収するが失敗。また、ロータリー技術の商用化に見切りをつけライセンス券を d c アカンパニーに売却。1980年代、ブリティッシュエアロスペース、エアバスインダストリーコンソーシアムにピーン、ホーミングサービスを提供。A-320。 A-330、A-340 などで利用される。1989年から1998年、ボーイング、マクドネルダグラス、エアバスの三車河川となり、カーチスライト社は、ボーイングの737、747、757に、アクチュエーション技術、制御技術を提供。ボーイング、マクドネルダグラス、 エアバスに翼表面へのピンフォーミング技術を提供。東西融和により米国軍備費が削減される。民海航空機産業も低調となり、新規航空機発注も低迷。既存航空機のウィングフラップシステムのトランスミッション、アクチュエーターのオーバーホールサービスに参入。1996年には ABL からメンテナンス、リペア、オーバーホール事業を買収。 1995年、韓国の商用原子力発電所にバルブ提供。1998年、エナテックを買収。1998年、スイスのドライブテクノロジーを買収。武装車両の駆動機構、サスペンション機構、カーチスライトコーポレーションの下に3つの事業セグメントを持ち、それぞれの事業セグメントは独立した会社として経営されている。 エンジェニードシステムズエンベデットコンピューティングインタグレイテッドセンシングショットピーニングレーザーピーニングショットペーンホーミングヒートトリーティングコーティングサービス1961年のターゲットロック社買収に始まるターゲットロック原子力用バルブなどエナーテック1998年買収商用原子力発電所用機器ファリスエンジニアリング 1999年買収。圧力軽減バルブ。スプレーグプロダクツ。1966年創業。1999年に、大株主テラディンから CWC へ。エンド、初の原子力潜水艦、アセスノーティラスで使用されたポンプを製造。米国海軍とつながりを持つ。ピアーラス。2001年買収。 米国海軍原子力関連フローコントロールアプリケーションの主要企業デルタバルブ2001年買収超高圧高温腐食性条件下でのメタルシーテッドインダストリアルバルブカーティスライトコーポレーションは1999年ホーブスでの米国200ベストスモールカンパニーエイビエーションウィークのベストイコールマネージドスモールカンパニー 民間航空機のジェット機への移行に伴い、従来事業には得るものがなくなり、1960年代に航空機用や原子力潜水艦などのコンポーネント及び生産へ移行する。原子力潜水艦は2005年時点でも契約が継続している。ありがとうございます。